ーターの池上里穂です。今日は鹿児島茶を使ったいろいろな料理を紹介します。この番組はふるさとに根ざし明日の鹿児島を作る JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。見てください、美味しそうですね。やってきたのは鹿児島サンロイヤルホテルのカフェレストランイトリアン。期間限定の鹿児島茶ランチを提供しています。まずはメインの魚料理をいただきます。玄米のソースの香ばしさがよりお魚の美味しさを引き立てています。美味しいです。肉料理もチーズに抹茶が入ってるんですね。面白い組み合わせですがとっても美味しいです。今回のお料理こだわったところってどんなところですか？そうですね、鹿児島のお茶の、香りとかをどういうふうにしたら活かせられるかというのを考えながらそれぞれに使ってみました。食後には新茶ラテが楽しめます。6月30日まで鹿児島茶を使ったランチフェアを鹿児島サンロイヤルホテル内の3店舗と鹿児島県庁の展望レストランで開催しています。鹿児島茶を使ったランチフェアではどんなお茶が使われているんですか？はい、新茶、ほうじ茶、玄米茶、紅茶、ウーロン茶、鹿児島抹茶などの鹿児島茶と鹿児島の食材をふんだんに使用しています。香り豊かでコクのある味わいの鹿児島茶をぜひお料理でご賞味ください。次はこちら、日本料理七彩です。ホテル2階にあるこちらのお店で提供しているのは鹿児島茶御膳。まずは鹿児島黒豚のウーロン茶冷しゃぶ。ウーロン茶が黒豚の甘みを引き出していてとっても美味しいです。次はお刺身、抹茶醤油につけて。ほのかに抹茶の風味がしていてとっても爽やかです。やっぱり今が旬のですね、美味しい食材を使い分けまして、鹿児島のお茶の香りと味を感じていただければと思いまして料理の方を作りました。食後にはスタッフが心を込めて立てる鹿児島抹茶が楽しめます。鹿児島茶を使ったランチフェアは6月30日まで。先着1000人に鹿児島新茶をプレゼント。またお料理に使われる鹿児島茶は鹿児島市内の JA 茶房辰間寺で購入できます。次回のたわわのわはスカイラウンジフェニックスと鹿児島県庁展望レストランラテラスの鹿児島茶を使った料理を紹介します。お楽しみに。ここで番組からのお知らせです。七彩の鹿児島茶御膳フェアお食事券を3人にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。